皆さんおはようございます。世間では安倍元首相を銃撃したとされる三条容疑者が注目されていますが、そんな彼のツイッターが現在話題となっています。過去のツイート内容を遡ると、統一協会への不満だけでなく秋篠宮家の羊問題への疑問として、そこまで言うなら一回 DNA 検査してほしいもんだよね、とツイートしていたことが判明しているのです。 今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきます。まず一つ目は、天皇陛下の警備問題に関する話題をお届けします。ここからは一部引用を含みます。さて、天皇皇后両陛下が、明治天皇110年祭に合わせ、明治神宮を参拝されました。7月8日に安倍元首相が銃撃されて亡くなってからわずか2月ですが、 さすがに皇宮警察や警視庁の警護担当者たちもかなり緊張した様子だったとして内情に詳しい宮内庁職員は次のように述べています。やはり空気感はピリピリしてましたよ。6月下旬には愛知県在住の男性が包丁20本を宮内庁に送りつける事件が発生したばかりです。同封されていた紙には皇族を名指しした文言も印字されていました。 文言の内容は尻滅裂だったと報道されていますが、男性が秋篠宮家に不満を抱いていたのは間違いないと思います。さらに、安倍元首相の銃撃事件してからは、天皇陛下や皇族方が炉の対象になったら、という、危機感が高まっているのです。実際、7月19日には秋篠宮様が東京都港区で農事功績表彰者受賞祝賀式典に臨席されましたが、 壇上にも二人の護衛官が配置されるなど、以前より警護が厳重になっている印象を受けました。このように皇族の方々の警備体制が厳重になっている状況について、神道学者の高森明典さんも皇室を狙ったテロの可能性について、次のように解説しています。1975年に発生した悲鳴りの当事件など、あってはならないことですが、皇室はこれまでもテロの対象となってきました。 テロを防止するためには、それ自体を実行不可能と思わせることが一番です。しかし、安倍元首相銃撃事件は、特別な戦闘訓練を受けていない単独犯でも実行可能であることを証明してしまいました。残念なことですが、安倍元首相の実験によってテロを誘発しやすい環境となっているのです。また、これまで天皇陛下と雅子様はご即位以来、 国民の中へ入っていく皇室を目指されてきましたが、新型感染症の影響で皇室と国民の触れ合う場や国民が皇室を敬愛する機会が減少しています。もちろん皇室の方々の安全確保は大切ですが、天皇皇后両陛下も警護を強化しすぎるあまり、さらに触れ合う機会が減ったり、国民の心が皇室から遠かったりすることは避けたいとも考えておられるでしょう。そう考えると、 国民に威圧感を与えないスマートな警護を工夫していく必要があるはずです。今後、大幅な警護増強ではなくスマートな警護が必要となってくるのかもしれません。以上が一つ目の記事の内容です。やはり有事や緊急時の際は、自衛隊などが天皇皇后両陛下をお守りしていく必要があると思いますよね。両陛下に万が一のことがあっては、国民だけではなく一部の国を除いた全世界が悲しみますよ。 テロなど絶対にあってはいけないことですし、警備を厳重にしていただいて何としても守り抜いてほしいところですね。では二つ目の記事に移ります。さて、今月8日に安倍元首相が銃撃され死亡した事件。安倍元首相を銃撃した三条哲也容疑者は、母親が統一協会の熱心な信者であり、多額の献金のために自己破産したことが判明しています。 そうした背景から統一教会に対して強い恨みを持ち、統一教会と深い関わりのある安倍元首相を銃撃したとされています。とはいえ、統一教会は安倍元首相以外にも多くの政治家とつながりを持っています。一体なぜ安倍元首相の殺害に及んだのか、その動機はいまいちはっきりしていないのが事実でしょう。そうした状況の中で現在注目されているのが、 三条容疑者が運用していたツイッターアカウントの書き込みです。様々な分析がなされている三条容疑者のツイッターですが、中でも特に注目すべきツイートは次の文章です。そこまで言うなら一回 DNA 検査してほしいもんだよね。このツイートは、今も皇室問題となっている男系男子による行為継承を維持することの重要性に関するアンケートへの返信です。こうしたツイートがされている以上、 三条容疑者は皇室問題にも関心を持っていたことがわかります。実は、このツイートが皇室や宮内庁の内部でも、ちょっとした話題となっているようです。内情に詳しい毎日新聞の社会部デスクは、三条容疑者の DNA を求める意見に対し、美智子様が不満をあらわにしていると、次のように述べています。確かに宮内庁の内部でも、秋篠宮殿下と悠仁様は DNA 検査をして、 本当に上皇陛下の血を継いでいるのか調べた方が良いなどというものもいるようです。そうした職員からすると、このように DNA 検査の必要性を解く三条容疑者のツイートに賛成をするのは当然でしょう実際に三条容疑者の一ウィッターアカウントが発見された直後は大変話題となっていたようで、この機会を逃せば再び秋篠宮家の出自問題はうやむやにされてしまうと危惧する職員もいるくらいです。しかしながら、 そこで立ちはだかったのが、何を隠そう道子様です。このような三条容疑者のツイートについて知った際には大変激怒され、あの男をさっさと処分しろなどと絶叫されたようなのです。この時の道子様のお怒りは相当なもので、宮内庁の内部では三条容疑者のウィッターアカウントが凍結されたのは、道子様からの要請があったためではないか、などとも囁かれているくらいです。一部報道では、 秋篠宮家の出自問題を一番気にしているのは道子様だと言われてるくらいですし、何としてでも DNA 検査の実施だけは避けたいのでしょう。これ以上この問題を取材すると、道子様からどんな報復があるのか。我々ジャーナリストとしても気が気ではありませんよ。以上が二つ目の記事の内容です。三条容疑者については色踊り字と意見があると思いますが、 この DNA 鑑定にはさすがに同意する国民も多いのではないでしょうか。今でも多くの国民が悠仁様の羊に関して疑問を持っていますし、好意継承は重要な問題ですから、本当に秋篠宮様の子種なのか調べる必要は当然あると思います。ここまで意見が出ているのに秋篠宮家と美智子様が一向に動こうとしないのは、裏を返せば自ら、悠仁さの羊には問題がある、と、 認めているようなものですよね。これ以上信頼を取り戻すことは不可能だし、秋篠宮家は潔く功績を離脱してほしい。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。 皆さんおはようございます。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回のテーマは、取材対応など、小室さん夫妻がニューヨークで受けている特別待遇の中身。さて、現在、小室真子さんはこれまでとは違う種類の難しい局面と向き合わざるを得ないのだという、どんどん加速するインフレで、 もともと世界一と言われるニューヨークの物価高に歯止めが効かなくなっています。賃金がそれに見合う形である程度上昇しているなら悩ましさも和らぐところですが、法務助手の K さんにそれを望むのは簡単ではないというのが大方の見方です。皇室ジャーナリスト。マコさん自身、これまで報じられてきたように美術関連の職種に携わる意思が強く、実際にメトロポリタン美術館、メット、 でででの仕事事に従事する流れで話がが進んでいたた形跡があった日本人画家の作品に対して、まこ小室名義で解説文書を書いていたのですが、いくつか不備が見つかったようで、その作品の現物も含めて、来場者は見ることができなくなっています、当然。そして、三度目となったニューヨーク州の司法試験。本来なら去年10月の段階で合格の知らせを聞いていてもおかしくなかったはずですし、 K さんも自信がある旨を各方面には伝えていたようです。ところが、なかなかうまくいかないまま現在に至ってしまっています。K さんが頑張っているのを間近で見て知っているだけにマコさんとしては騙されたなどとは思っていないでしょうが、歯がゆい様子だと聞いています、当然。昨年10月の結婚会見で、マコさんは、K さんの留学については、K さんが将来計画していた留学を前倒しして、 海外に拠点を作って欲しいと私がお願いしましたと語っていた。海外での生活は、K さんの独断ではなく将来を誓い合った二人が納得した上での決断だったと強く訴えかけるものだった。少し厳しい言い方になるが、と実情を明かすのは皇室にゆかりのある関係者。物価高にマコさん自身のや K さんの仕事や試験。憧れていた生活が青写真通りに言っていないのは明らかでしょう。 報じられていたマンションよりは割安な物件に在住していることが最近分かったとはいえ、月の家賃は50万円ほどかかる。ささやかれる谷町の存在を抜きにしても、積み上げてきた貯金を少し切り崩さざるを得ないのではないでしょうか。現地では、在ニューヨーク日本総領事館の専属スタッフによるサポートが手厚いとされるが、確かに取材への対応は彼らが行っているようですね。 街中での撮影やいわゆる直撃は NG にしてほしいと現地の日本メディアに申し入れています。一方のメディア側はインタビューの依頼をしているのですが、二人はこれに応じていません。完全に断るというわけではなく時期が来たらというような曖昧な回答をしている。もちろん司法試験に受かるとかそういう良いタイミングでないと受けづらいのは理解できますがね、全室、皇室ジャーナリスト。 専属スタッフはそういった取材の規制やマコさんの病院のアレンジなど幅広く担当しているという。もちろんマコさんはそのことに感謝しているようです。ただ、そういったサポート体制が結婚前に持ち上がったような特別扱い批判を蒸し返さないとも限らず、マ、ま、コさんはそれを気にしているとのことです、当然。話を総合すると、 これまで皇族としての暮らしでは直面したことのない様々な想定外に遭遇しているということになるのだろうか。そういうことでしょうね。ある程度は予想していたにしても、新生活が始まって一年足らずで、いくつもの想定外が起こってしまった。マコさん自身、悩むところもあり、ケイさんのことはもちろん信じているけれど、ギスギスした関係になることもあるようです。 夫婦であればある意味で当たり前のシーンだと思うのですが、二人に関しては過去にあまりそういったものはなかったとも聞いています。全室関係者。想定外の出来事がこれ以上増えずに、一つでも取り除かれることを祈る日々なのだろう。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。特に何も起こっていない現状で定期的に記事が出されているのは、 一定の期間が過ぎたら、これだけの問題が積み重なったら仕方がないから帰国した、という条件を整えるための布石ですか。その状況でも生活を続けているニューヨーク市民が大多数なのですから、選んだ以上そのまま進むしかないでしょう。少しずつ二人が辛い状況にあるって情報を出して、世間の同情を得ようとしているのかもしれませんが、結婚時の会見などの経緯を見ていた国民から共感を得るのは難しいかと。 想定外を問題視していますが、私に言わせれば弁護士試験合格を想定内にして見切り発車していることが問題だと思いますね。合格してからならば多くの想定外に見舞われないわけで、安易に想定内としたわけですから自業自得なのではと思いますね。物価高などは程度の違いはあると別にニューヨーク特有の事象でもありませんが。円安は想定外ですが、 合格や不合格って自分の成績やし想定できるのでは特に試験後なんて自分で調べてある程度の点数なんてわかるもんでしょさらに弁護士事務所に勤めているならそこの弁護士に採点してもらえたら合否なんてわかるのにね。それが頼めないぐらい人望がないか自分が間違えてる箇所がわからないぐらいならまだ合格には遠いのでは人望や結果がいいなら事務所側が自分のサイン入りで今回は合格してます。 って報道しそうだけどしないとということはそれまでかな。実情を知らず偏った見方をしていたのはどちらか答えが出たと思います。疑問符が付きまとうのは今に始まったことではない、氷山の一角。これからも変わると期待する要素もない。とにかく一般人として自由になりたいと言って出て行ったはずなのに、 実際は状況に応じて立場を入れ替えおいしいとこ取りして公費で面倒を見てもらうというならこんなはずじゃなかったで済む話ではないと思いますよ。このままでは彼らを応援したいという人は仮にいたとしてもごく少数だと思う。やはり赤坂関連の公費の主との公表が必要であると考えます。まだに、このお二人について意味のない内容で、無理やり記事にすると、よくわからないが読者が増えるらしい。 皇室の女性は、生活に困らないような方と結婚するので、生活区で記事になることはない。日本の企業に就職していて、ニューヨークの駐在なら、円安の影響で円払いの給料は、何もせずとも20から40%増額になっていたのだが、米国の企業に就職したから、物価高の影響をダイレクトに受けているとのことで記事になっているらしいが、そんな一般人の状況は当たり前のことなので報道不要である。 想定外というが、想定が最初からありえないということで、一般人なら、しっかり仕事の基盤が整った状態で、海外で頑張ろうとなるのでは。最初から奨学金も特権でもらい、すべて裏ルートで順調に計画が進められるという思惑が、そうはいかなかったというように感じられます。甘えを断ち切ることができない限り、自立は厳しいでしょう。 本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは、愛子さま3000万円ティアラ制作を再び誇示。 受け継がれる両陛下の倹約精神。さて、通われている学習院大学も夏休みに入った愛子さま。どのような日々を過ごされているのか。愛子さまは平安期の文学を好まれています。源氏物語などの長編作品を読みこなすことをご自身の課題とされていると伺っています。宮内庁関係者。コロナ禍だけでなく、今回は連日の猛暑や豪雨が日本列島を襲い、 国民を苦しめている。愛子さまはそうした状況に深く心を寄せられていた。夏は各省庁からの概算要求が行われますが、宮内庁が来年度予算案に愛子さまが着用されるティアラなど装飾品の製作費を計上しないことが明らかになりました。コロナ禍で国民が苦しむ中で、両陛下のお気持ちを愛子さまが考慮されて誇示されたのです。 学費が払えずに学業を断念した人や成人式にも出ることができなかった人が、愛子さまの同世代には多くいます。そんな社会情勢の中で、制作費が3000万円以上になるティアラに税金が冷やされることを望まれなかったのでしょう、皇室ジャーナリスト。昨年12月に成人された際にも、新しいティアラの制作を辞退された愛子さま。 おばの黒田沙耶子さんのティアラを借り受けて行事に臨まれたことが話題となった。女性皇族が成人されると、宮中晩餐会などの行事で着用するために、ティアラやネックレスなどをオーダーメイドします。マコさんやカコ様のティアラは、それぞれ2856万円、2793万円の制作費用がかかり、国費である宮廷費から拠出されました。天皇の娘である愛子様のティアラならば、 制作費は三千万円を超えると思います。全室、皇室、ジャーナリスト。制作費は国民のために。そんな愛子様のご姿勢は、天皇陛下と雅子様の暮らしぶりから学ばれたものだろう。御所にある家具などの調度品は一般人から見たら値段が高いと思われるものです。しかし、数十年単位で使える品質の良いものを吟味して購入され、古くなったらその都度お手入れされていると聞いております。 昔から無駄遣いをせず、質素倹約に努める両陛下のご方針は、愛子様にも受け継がれているのです。前室、旧内庁関係者。名古屋大学大学院准教授の川西秀也さんはこう話す。ティアラは公的な行事での着用以外に用途はないため、国費で制作しても良いと思います。ただ愛子様は、生活に苦しむ国民に寄り添うという両陛下のご姿勢を常に意識されているからこそ、 今回のご判断に至ったのでしょう。愛子様に受け継がれる倹約の精神。青年皇族としてのさらなるご活躍を国民は待ち望んでいる。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。素晴らしいですね。ありがとうございます。新調するティアラは素敵かもしれないけど代々受け継ぐティアラもまた素敵かもしれない。 個人的に思うのはティアラは代々受け継ぐ方が重みもあり貴重な存在になるのではないかも思います。でも愛子様は天皇家のお子様なので慎重するのは良いと思います。おばの黒田さ子さんのティアラも素晴らしいものとお見受けしましたので、由緒あるものを受け継がれる精神が素晴らしいと思います。あるものを大ごとにし、新しいものをじゃんじゃん作るだけが良いわけではないということをご存知なのでしょう。 日頃から国民に寄り添われ、ご両親から素晴らしい教育を受けられたのだと感じます。歳宮愛子様の記事を目にすると、ほっと安心します。内面の美しさがお姿にも現れていて、本当に上品でお美しいです。同じ年頃の国民に思いを寄せていただいたり、社会情勢や国民の生活ぶりを考えてくださったり、国民と共にあられる思いを感じます。次期天皇は、 ぜひとも、年のみや愛子様になっていただきたいです。作らないを選択した愛子様はすごいと思います。その選択も勇気がいること。代々受け継いでいくティアラも素敵だと思います。今の時代にあったふさわしい考え方なのかもしれない。皇族の方ではあるけど、年齢的にはいわゆる若者。今時の若者の考えといったら語弊があるしうまく言えないけど、 今までなら新しく新調するのが当たり前だった世界に、新しい良い意味で時代の変化についてきている若者らしさもある意見なのかも。良い意味で覆すというかとても素敵な考えだと思うし、時代の変化とともに国民の生活や思想も変わっているしこの時代にとても合っていると思う。そんなしっかりした愛子様だから3000万かけて作っても嫌な気はしません。とても勇気のいる行動だと思います。 愛子様の周りでも反対する人もいたかと思いますが、当たり前になっているものを選択して変えられるという動きを出すのは素晴らしいことだと思います。世の中も変わるので、柔軟に変えていけることは変えていくということは素晴らしいです。倹約精神というと安っぽく聞こえますが、愛子様はお金だけでなく国民の気持ちも汲み取った上での判断で素晴らしいと思います。 また新しいものが世界的には常識なのかもしれませんが身近な人から代々受け継いで使うというのも素敵で今の時代にあった考え方かと思います。今後、状況が落ち着いて慎重しても良い空気感になっても受け継ぐのが普通になると素敵な気もします。愛子様はその先駆者的な存在で国際社会でも力を発揮されるように思います。物や人を大切にする精神は見習わないといけないですね。 国民感情を理解し、それに配慮しているという感覚はありありと伝わりますね。天皇や皇室に批判的な意見を持っている人の理由の一つとして、格式や伝統を盾に当たり前にお金をかけることという点があると思います。小さな政府ならぬ小さな皇室という視点がこれからも検討されるのではないでしょうか。